明けましておめでとうございます。本年もどうかよろしくお願い申し上げます。本日は私から新年にあたり今年1年の抱負を申し上げます。我が国周辺では戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しているとの認識のもと、昨年末に国家安全保障戦略、国家防衛戦略および防衛力整備計画が策定されました。本年はこうした戦略や計画に基づき防衛力を抜本的に強化していく実行元年との強い決意を持ってタイムに邁進してまいります。一方、これまでにない危機は同盟国や同志国が結集するこれまでにない機会を生み出しているとも感じています。本年も日米陸軍主管における戦略対話や共同訓練のスペック向上により領域横断作戦を中心とする作戦遂行能力や総合運用性の向上を図り、日米同盟の抑止力、対処力の強化に寄与してまいります。また昨年のインドネシアにおける多国間訓練への初参加や日米非三国間協力の開始等に引き続き、本年も1月8日に実施した日米英豪共同の初めての空手効果訓練や本年3月までに実施予定の日印共同訓練など豪州、インド、ASEAN、欧州等の同志国との二国間、多国間協力を推進し、自由で開かれたインド太平洋の維持強化に寄与してまいります。私の方からは以上です。借りながら質問をお願いします。はい、本日、日米2プラス2が開催されて、共同発表が発出されました。はい、両国の戦略文書の改定は初めての2プラス2で、内容も多岐にわたっていますが、吉田陸博士のこの共同発表の受け止め、特に重要だと感じている点についてお聞かせください。はい、今回の日米トップラスについては極めて大きな意義があったというふうに感じています。特に私自身が強く意義があると感じている点は2点あります。まず1つ目は、日米が公表された日米から公表された国家安全保障戦略および国家防衛戦略について、その内容、ビジョン、重視事項および目標がかつてないほど整合されているということが、相互の日米の閣僚によって確認されるとともに、日本の防衛力の抜本的強化と米国の戦力体制の最適化を共に支持したと、この点が非常に意義があったというふうに思っています。それともう一つは、閣僚レベルにおいて拡大抑止について突っ込んだ議論がなされたことと、同盟の役割および任務にの進化に関する作業を加速させ、総合運用可能な高度な能力を活用していくことに決定されたと、この2つについては極めて大きな意義があったというふうに受け止めています。その上で、陸上自衛隊としては
米陸軍種の能力体制の最適化と我々の防衛力の抜本的強化を戦略対話運用研究および共同訓練の中に逐次取り込み連携を強化することによりより高度な能力を活用した総合運用性の向上に寄与してまいりたいと思っています。ありがとうございます。柿田さんあればお願いします。琉球新報の秋田です。はい、2プラス2の話題なんですけども、はい、沖縄の方に海兵隊 の海兵沿岸連隊が既存の部隊を開演して創設されるということが取り込まれたんですけども、陸上自衛隊はどのように連携を図っていくお考えなのか教えてください。はい、昨年のこの場においてもたびたびご紹介してまいりましたが、米海兵隊と陸上自衛隊において共同訓練等において今最も重視しているのは陸上自衛隊の領域横断作戦と米海兵隊の EABO との連携を最重点としています。そうした中において双方ともスタンドインフォースとして領域横断的な能力を高めるという点において、この12海兵連隊の12沿岸海兵隊との海兵連隊への改編するということについては、このスタンドインフォースとしての有効な作戦と EABO の連携にとって、極めてやりやすい状況が生まれてくるというふうに思っています。先ほど申し上げました戦略対話運用研究あるいは共同訓練において、こういう新しい体制というものをしっかり取り込みながら総合運用性の向上を図っていきたいと思っています。もう一点ですけども、はい、クルナ大学校の共同使用ということが盛り込まれたんですけれども、大学ということで陸上自衛隊の方では沖縄訓練場内に計画する支所を計画されていると思うんですけども、そこの、一体的な運用であったり連携ということも考えられているのか、何か影響があるか。嘉手納弾薬庫の追加的な使用と沖縄における沖縄訓練場における補給支所との具体的な今連携要領等は今の時点においては具体的な連携要領等については何も定まっていません。で、我々はいずれにしてもこの南西諸島の作戦を行う上で、兵站これは補給輸送整備衛星等を含むものですけども、こうした能力を高めるということは極めて重要だと思っています。で、今回の嘉手納弾薬庫の共同使用の追加的共同使用と、それから沖縄訓練場の補給支所のを作っていくと、これ両方ともこの後方支援能力の向上に大きく寄与していくものと考えています。あと1点、はい、海兵隊の第3海兵師団の司令部が残留するということも盛り込まれたんですけども、これについて陸自との連携でどのような影響が予想されるか教えてください。はい、第3海兵師団というこの実の部隊の司令部は、昨年においても山桜演習等でこの師団司令部と我々の西部方面隊が連携をしっかりしていきました。またレゾルトドラゴンにおいても参加している連隊の上級部隊として第3海兵師団は大きな役割を果たしています。今回2012年のロードバンプの枠内で第3海兵師団と第12海兵師団が沖縄に残るという方向については、我々が南西防衛を進めていく上で極めてやりやすくなるというふうに認識をしています。はい、
海上機動力を強化するためにアメリカ軍 の, その横浜のストップですね、アメリカ陸軍が小型揚陸艇部隊を進展するということが発表されました。昨年のオリエントシールドではですね、すでに配備済みの船舶で陸自部隊ですとか、装備品の輸送支援も行っていたということですけれども、まあ、こう新たに部隊が編成されることの陸幕長としての期待ですとか、横浜のノースドックにある米陸軍の揚陸大型揚陸集艇部隊は新たに出兵されるというのを大変歓迎し期待をしているところです。我々も共同の部隊としてのこう輸送部隊を進展すべく、まあ、現在整備中で、陸上自衛隊としても小型級船舶等を予算要求するなど、そこの準備を進めています。でこれによって我々も小型級の船舶を持ち、そして、ノースドックにある部隊も強化をされるということで、まず我々が連携し、まあ、迅速かつ分散した機動展開というものが、まあ、ますます容易になるというふうに思ってまして、まあ、大変我々にとっては、まあ、意義のある部隊改編だというふうに認識をしています。イギリスの軍事週刊誌ジェーンズディフェンスウィークの高橋と申します。はじ、い、めまして。よろしくお願いします。年末の3文書で、陸自さんから会社2000人の転換ですか、転員があるというふうに決まりましたけども、今周囲見ればアメリカ第一列島線ご覧のようにすごい強化していて、で日本には海兵隊もないから陸自さんが頑張るしかないと。でもっと大きく見れば災害も増えてきて異常気象も増えて、陸自さんに対する需要がますます必要な中に、人員2000人も削減するっていうことのその中で日本の抜本的防衛力強化って言われてもなんとなく不安に思う人がたくさんいると思うんですが、そのあたりの定員削減の軽減っていうか、どのようにしていくのかっていうのを大きく聞きたいんですけど、はい、今の点についてはまずご質問の中で、はい、我々から海上自衛隊に2000人の定員を振り向けるということではなくて、はい、これは我々の、まあ、約2000人の定員を、まあ、主として共同部隊、統合の部隊等に振り向け、まあ、一部海事、それから空事の部隊に振り向けるということなので、大きくは統合運用、共同に資する部隊に陸上自衛隊から定員を出しているというところが、まずそういう認識です、事実として。はい、で、まあ、海上自衛隊等については、イージス搭載システム艦というものは、これ、もともとイージスアショアを陸上自衛隊が定員化して、前の大綱の中で、作っていこうとしてましたので、まあ、その意味において、定員を振り返っているということです。また航空自衛隊には宇宙の分野での協力というふうにしております。で主としてその統合運用の部分に対して、陸自から定員を振り返って、そして省全体として自衛隊全体として、最適化を図り、防衛力の抜本的強化をするということで、私はこの定員の振り返りの陸自のところだけを切り取ってみるのではなく、省全体で見たときに、まあ、極めて最適化が図られているというふうに思ってまして、その自衛隊全体の抑止力対処力の強化に、まあ、寄与できる今回は定員の振り返りだというふうに思っています。はい、沖縄タイムさんです、はい、先ほどの、MLR ですね、海援外大隊の関係でちょっとお伺いしたいんですけども、はい、まあ、装備がですね、今現在のその全体の部隊と、ハイマースと、155mm ですかね、まあ、これがその対艦ミサイルとかが置き換わっていくという面もありますけど、その装備の変更、置き換えについてはこう陸自としてはですね、なんかどういう、こういい影響があるというふうに捉えるのか、はい、まあ、あるいはないのか、その点いかがでしょうか。基本的には私はいい影響だというふうに考えています。で我々の当初守備部隊においても、地対空誘導弾部隊や地対艦誘導弾部隊ということを、まあ、火力の主体として今戦力配置をしてまして、まさに我々の当初守備部隊と
同じような方向に海兵隊の火力というものを今展開していこうとしているということで、これは我々が日米共同で、運用体制を強化すると、島嶼防衛についての日米の能力を強化するという点において極めて有効な方向に今変わるというふうに認識をしています。そうすると、そういったその共同訓練とかも今後は考えていくことに当然なるので、そのあたり南西諸島において共同訓練をやっていくということは今回の2プラス2にもしっかりと謳われているところでありまして、しっかりこれまでも南西諸島において、訓練をやらせていただいてますけれども、これからも南西諸島における日米共同訓練をしっかりと実施をしながら、総合運用性の強化を図っていきたいと思います。お願いします。南西諸島だけではないというふうに認識をしまして、例えばデゾリュートドラゴンについては、この前は北海道で、やらさせていただきました。で、北海道はご案内の通り、訓練場としては、極めて、中規模以上の訓練場の半分が集まっているのが北海道でありまして、よりその能力を高める練習をしようとすると、例えば北海道の訓練場だとか、あるいは全国の訓練場を使いながら部隊の練習を図っていくということは非常に有意義だというふうに思っています。南西諸島自体には大きな訓練場等がありませんので、その意味で、共同訓練を他の地域でやる訓練場、演習場の観点から一つ意義があるということと、あといざとなった時には起動して我々の資料団を南西諸島に展開するということも考えてますので、我々のそうした全国の部隊と連携を深めていくということも、これも大変大きな意義があるというふうに感じています。たびたび質問事前の高橋です。念のため確認なんですけど、沖縄にいるアメリカの海兵隊の数は海兵隊の改編によっても定数は今後も変わらないというふうに予想されています。正確なところはこれ政策の話ですので、はい、私からお答えする立場ではないですけども、はい、私が読んだ理解としては、2012年の再編ロードマップの水準を維持するということが書かれておりますので、その中における編力組成の組み替えだというふうに私はこれを理解して読んでいます。細部については政策部署の方に確認を願っていただければありがたいです。まだ そのような低空訓練というのを共同で実施しているということはありません。我々は今まさに新しく入ってきた V22 を戦力化している段階ですので、まず確実にそれがまず戦術技量上できる状態というのを一歩ずつ今気づいていっている状況ということで、現時点において今ご指摘の2プラス2の文書にあるような訓練ということを我々が共同でやっているということはありません。この文脈上は、米側の訓練を指しているというふうに理解をしています。能力に関して、その共同発表で反撃能力に効果的な運用に向けた緩やかな協力を進化させることを決めたと明記されています。浜田大臣もその効果的に運用していくかしていくためにその議論をしていかなければいけないと思いますが、陸幕長から見て日本の反撃能力の効果的な運用に向けて現状どのような課題が想定されて、どのような点で協力を進化
撃能力についてまずその日米共同で、協力をしていくということは今回決定されたということは非常に私は重要なポイントだというふうに思っています。そもそも大局自体は米軍が今まで、ずっと担っていたところであってそこに対して米軍のシステムというところがありますので、まあ、そこから我々がさまざまな総合運用性の観点でまず学ぶことが高いんだというふうに思ってますし、また我々のそれぞれのアメリカの精密誘導大気力と我々の反撃能力というのをいかにこう連携させていくかという点についてこれからしっかり進められていくことに大きな意義があるというふうに思っています。さまざまなこの機能の中で、連携がこれから進めていくものと認識しています。そうです。その米国側が日本によるその常設の統合司令部設置の決定を歓迎した上で総合運用性と即効性を高めるために同盟におけるより効果的な指揮統制関係を検討することで合意したことがありますが、この検討にあたってこうどのような点が重要になるというふうにお考えですか。特にその一部報道ではそのインド太平洋、アメリカのインド太平洋軍における統合運用の指揮権を在日米軍司令部に付与する案というのが出ているという報道がありましたが、まあ、この点も含めてまず報道に言われていた報道については承知してますけども、実際そういうことが行われるかどうかについては全く私は事実として聞いておりませんので、そういう在日米軍司令部の話はどうなるかということについてはちょっとお答えできません。でその上で常設統合司令部ができるということは、今この統合のこの地域における作戦の統合司令部というのはアメリカにとってはインドペイコムになりますので、私はインドペイコムと新設される常設統合司令部が連携することによって作戦レベルの日米連携が著しく強化されていくということを期待しています。何か作者さんありますでしょうか。すみません、日本経済新聞の方です。はい、先ほどから出ている太平洋外連帯の件なんですけれども、その陸学長のご発言の中で、その陸自の領域横断作戦というか、海兵隊の EABO との連携というのが、よりやりやすくなる、状況が生まれるというご評価があったんですけれども、向こう、海兵隊 その改変であるとか、装備の違いとかについて、具体的にそのどういうふうに、どういう能力が強化されるので、連携がより深まるのかというところをもう少し聞いてお伺いしますか。海兵連隊の細部組成だとか能力については私も象徴しているわけではないので、あまりこう具体的なことは米軍の話ですから申し上げにくいところがありますけども、先ほどご質問にもありました、対艦ミサイル等がもし配置されていくとすると、我々も当初主義部隊で地対艦誘導弾の部隊を持っているわけで、そこが非常に連携がしやすくなるというようなことが一連として、挙げられるというふうに思っています。いろいろな意味でむしろこの当初南西諸島における当初の戦力というのはむしろ我々の方が一歩先にこう作り上げてきたところがありますので、そこに作り上げてきた組成にこう近づいてきてくれるということは総合運用性の向上にとっては極めて有効ではないか。でどちらもやはり当初からこの地域にいるスタンドインフォースとして、平素から連携ができていくというところにおいて、大きな意義のある改変ではないかというふうに考えています。ありがとうございます。今の関連でまさにこの LRR というのは海兵隊の EADU という構想を実行する中核的な部隊になるということですけれども、そういうその、位置づけの部隊ができるその何て言うんでしょうか、その性質的なですね、そういう組織としても明確に位置づけられるものが日本国内に使われるということ自体がやはり大きなメリットがあるとか、どういうふうに考えられますでしょうか。はい、実は名実ともにメリットがあるというふうに思っています。今回の2プラスの2の文書の中でも、運用訓練における協力の中で領域横断的な能力、これはうちで言うと領域横断作戦能力ですし、米陸軍で言えばマルチドメインオペレーションですし、そして海兵隊で言うと EABO、それぞれの言葉は違いますが、この領域横断的な能力、これが
まあ、この中心にあるんだと、重要なんだということが歌われていて、それをまさに舞台として体現するものができるということは、まずそのインパクトというのはこれだけでもありますし、あとは実質的に先ほど申し上げました我々の当初守備部隊との連携を深めやすくなる、まあ、こういう意味においても意義があるということで、面接ともに大変抑止力を高めるものを認識しています。ありがとうございます。休憩してもらって、はい、もうレールある の陸自の連携についてなんですけども、陸自側でこの連携を図っていくのは、今先島に配備されているミサイル部隊がこう連携の主なカウンターパートをやっていくのか、そのフェニック機動隊を含めていくのか、どのような想定をされているか、そこはこれからまだ MLR がこうできてませんので、これからまさにいろいろお互いの運用研究の中で詰めていきたいというふうに思っています。まあ、現在いる当時処理部隊等が連携がしやすくなるのは間違いないと思いますが、まあ、どういう形でカウンターパートを作りながらどのような連携をするかというのは、まさにこれからの課題だと思います。どうかよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。